今回はリスナーさんから多い質問、スキル粉塵まといのダメージはどれぐらいの補正なのか。粉塵まといは攻撃力の 1.25 倍のダメージを与える効果ですが、補正に置き換えるとなるとかなり難しいです。そこで今回克服バルファルクの実践例からダメージを算出して紹介していきます。みんなで一緒にモンハンライフのアートと言います。まずはスキルのおさらいから。青い粉塵まとい時に被弾で 0.3 倍のダメージ。青い粉塵まとい時は次の攻撃で 1.25 倍のダメージ。百竜スキルの特攻系だけ有効。エリア移動時は強制解除。この時必要な攻撃回数はこちらです。映像の装備は前回の動画で紹介した粉塵まといレベル3型貫通ヘビーです。最速5秒ほどで赤い粉塵状態に移行でき、その後20秒で自動的に青状態になります。イメージとしては30秒に1回爆発を起こせます。克服バルクの体力は約7万で、お供や盟友は連れて行かずに減少しています。また僧侶やモンスター同士の攻撃によるバルファルクの被弾が少ないものを選んでいます。討伐までに発生した爆発回数は18回、合計ダメージは9796です。つまり 14% もの補正を持っていることになります。小型モンスターの被弾など赤い粉塵状態の爆上がり、全て青ならば 15% ほどになります。しかしこのスキルのダメージは額面通りに取れません。例えばこのシーン、通常であればこの距離で弾を撃っても適正距離ではないので撃つことはないです。しかし粉塵まといは手数に影響するスキルと理解した場合、ハンターがまとい状態でなければ撃つメリットが生まれます。そのため粉塵まとい以外のダメージの割合が減ることになります。常に適正距離プラス弱点を狙える場合は価値が落ちるということです。さらに粉塵まといの青状態になった場合に弱点関係なく素早く攻撃し、爆発を起こすことで次のまといが速くなります。またモンスターの肉質の影響も大きく、柔らかい場合には価値が落ち、硬いモンスターの場合は上がります。そのため平均的には 12% 前後に落ち着くものと思われます。この値は相性がものすごくいい貫通ヘビーの場合のため、他の武器種の場合はさらに低下し 10% 前後になると思います。ではレベル1の場合はどうなのか。手数が倍なので半分の 6% に感じるかもしれませんが、実際は違います。それがモンスターの移動と討伐タイミングです。赤い丸は赤い粉塵、青い丸が爆発ダメージ発生のイメージです。レベル1のように爆発の間隔が長くなった場合、強制解除が発生するタイミングの影響を受けやすくなります。そのためレベル1はレベル3に比べ半分より下回る補正になりやすいです。闘技場などの場合はその効果を最大限に活かせるとも言えます。また一撃が大きい体験の場合、他の武器種に比べ半分程度の恩恵しかないと思います。肉質以外にも装備構成や入れ替え技によっても変わってくるため、明確な補正を出すことができませんが、粉塵まといを生かす構成の場合、これぐらいの範囲になると思います。一つの目安として参考にしてみてください。以上が粉塵まといのダメージの解説でした。